こんにちは。大通公園の2丁目の佐藤楓なんですが、一足早く色づきが進んでいますね。今日の気温なんですが、18度から22度のところが多くなりますが、人間が快適に感じる気温なんです。午後も心地よく過ごせそうです。では全道の予報を見ていきましょう。全道的に秋晴れが続きそうです。旭川最小湿度 38%、 内陸は空気がカラッとして、この後洗濯物を干しても乾くと思います。今日の気温見ていきましょう。平年に比べても 2,3 度高くなります。快適気温18度から22度、夕方にかけてこの気温ですので過ごしやすい状態が続きそうです。さて、心配なのは台風16号ですね。台風なんですが、海水温27度以上で発達します。現在は非常に強い勢力なんですが、明日には猛烈な勢力となる可能性があります。今後の進路を見ていきましょう。台風は勢力を強めて北上となります。そして関東付近を通過して東北を東に進む見込みです。北海道、この予報円からは入っていないんですが、ただこの予報円、入る確率 70% ということは、 30% はこの予報円の外を進んでくる可能性ありますので、北海道も油断をしないようにしてください。では根室の様子見ていきます。根室など港湾関係、漁業関係、高波やうねりの対策をしてください。では週間予報を見ていきましょう。水曜日にかけて秋晴れとなります。木曜日は雷雨に注意してください。金曜土曜、台風次第で予報が変わる可能性があります。こちらも晴れの天気は水曜日まで、金曜土曜は台風次第です。最新の情報に注意してお過ごしください。